うん、だからもうすごいですよ、ね、でもそこまでしてもどうなんだって思いますよね、うんうん、まあ、ほんとね、だからもうほんとそういう風な形の中では今回のこうテレビのね影響で、うん、なんか何人とか言われてますけど、ね、もっと遅いですもんね、多いと思いますね、すべ、ね、うん、ては把握で、うん、だからもうちょっとね前にねそういう風な形で今と同じような人でも国から出さないとかっていう風な形が必要だったんでしょうね、でもそれもなんか難しいですよね、うん、まあ大きい国ですからね、やっぱりそういう風な形の中でいろいろ難しい部分はあるかもしれませんけど、うん、でも本当ね春節に合わせてっていうすごいタイミングでしたよね、うん、本当にね、うん、だからね明日今日とか明日ぐらい明日までなんですね、なんか春節が、そうですね、はい、もう今日を変えられる方が多いのかなじゃないですか、ね、もう、うん、でもなんか自分思うんですけど、なんか映画の世界のような感じしますよね。それであのいろいろこうなんかネットニュースなんか見ると、あの武漢に生物のなんか施設が、まあ、その野生動物のその病原菌をこういろいろこうちょ研究する研究機関があるらしいんですよね。それからっていうふうな形もなんかネットであって、なんかそれこそ生物兵器のあれでなんかありますもんね、最近そういうのをネタにしたね、なんか映画とかあるでしょ、ありますもんね、うん、だからなんかね本当なんか映画の世界みたいな、うん、そういう風な形で、もインフルエンザより患者数はどうなんですかね、コロナにおいてはもちろん少ないですし、でもやっぱり自分よく把握してませんけど、とりあえず突然変異を繰り返しながら人から人へ移ってどうのこうのっていう風な形であるじゃないですか、うん、だからああいうふうな部分が今回の新コロナウイルス怖いんじゃないですか、もう知らないものだからですよね、うん、知らないものだけに、ね、うん、間もなく説明します、はい。